バーベロは、アメリカ海軍の潜水艦、バラオ級潜水艦の一隻。艦名はスペイン語で、床屋を意味し、大型魚をつついて、皮膚の寄生虫を餌にする、ニザダイカや蝶ウ王カの通称にちなむ。つつき行動を、床屋のマッサージに見立てた通称である。ブラックノーズとバタフライフィッシュレザーサージョンフィッシュ。バーベロは1943年3月25日に、 コネチカット州グロトンのエレクトリックボート社で寄港した。12月12日にキャサリン・アール・キーティング夫人によって命名、浸水し、1944年4月29日に艦長アービン・エス・ハルトマン少佐の指揮下収益する。8月9日、バーベロは最初の紹介でフィリピン方面に向かった。サンベルナルジの海峡方面などを紹介したものの、 この紹介では戦果を上げることはなく、10月4日、バーベロは55日間の行動を終えて、フリーマントルに帰討した。10月26日、バーベロは2回目の紹介で、南シナ海に向かった。11月2日、バーベロは、南位04度30分統計118度20分、南位4.500度統計118.333度、 マイナス4.500118.333のセレベスト西南方の会場で陸軍徴用船倉間山,山丸を2度にわたって攻撃し撃沈した。バーベルは北上し、1週間後の11月8日には北緯14度32分統計116度53分、北緯14.533度統計116.883度、 1 4 5 3 3 1六6 8 8 3のマニラ西方洋上でマニラからシンガポールに向かっていたまし霊ン船団を発見。両艦レッドフィンと共にこれを攻撃した。レッドフィンがタンカー第二日南丸を撃沈した後、バーベロはもう一隻のタンカー始末丸を6度にわたって雷撃。魚雷一本が心持つ丸の機関部に命中し、 心差し持つ丸は11月9日11時頃に沈没した。11月15日、バーベロは一旦前進根拠地であるミオスウンディ島に寄港して補給を受けた後、11月18日に再度出撃。12月24日、バーベロは南シナ海で海軍徴用船順とヨマルと護衛の第35億戦艇を攻撃。第35億戦艇を撃沈して、 ジュントヨマルに損傷を与えた。翌12月25日、バーベロは、北緯00度51分統計108度18分、北緯0.850度統計108.300度、0.850108.300の地点で、再びジュントヨマルを攻撃し撃沈した。しかし、2日後の12月27日、フリーマントルに帰討途中のバーベロは、論北海峡を南下中。 南位08度20分、時計115度55分、南位8.333度時計115.917度、度マイナス8.333、1五5 9 1 7の地点を、戦望強震度で航行中に、船体後方に航空機による爆撃を受ける。日本側の記録である、第21特別根拠地帯戦時日誌には、この日の10時30分と14時5分に、水上偵察機が、 ボク海峡で潜水艦を攻撃したが、撃沈には至らなかったと記してある。バーベロは、この攻撃で、左限減速ギアを破損しつつ何とか逃げ切った。1945年1月2日、バーベロは65日間の行動を終えて、フリーマントルに帰島した。その後、バーベロは本国に開港されたが、損傷の程度が大きく、終戦まで損傷状態のまま置かれた。 終戦後の9月に不活性化のためのオーバーホールに入り、1946年4月25日にメアアイランド海軍造船所で予備役となった。バーベルは第二次世界大戦の先行で2個の従軍聖賞を受賞した。また、3隻の日本商船を撃沈、その合計は9126トンに及んだ。メアアイランド海軍造船所で 貨物輸送潜水艦に転換されたバーベロは、船体番号がマイナ三3 1 7に変更され、1948年3月31日に最終駅、太平洋艦隊に配属された。1948年10月から1950年3月までの間に、バーベロは貨物運輸能力の評価実験プログラムに参加した。 その後1950年6月30日に予備役となる。1955年2月1日、バーベロはメアアイランド海軍造船所で2度目の回収が行われ、レギュラス巡航ミサイル発射能力が付与された。船体番号は SSG-317 に変更され、1955年10月28日に再収益した。 バーベロは1956年4月までカリフォルニアの沖合で活動し、その後パナマ運河を通過、大西洋艦隊に合流した。続く8年間は、キューバ危機や冷戦による緊張の高まりで、大西洋での各戦略抑止紹介、また工述のミサイルメールの実験に従事した。各戦略抑止紹介を終了したバーベロは、太平洋に帰還。 1964年6月30日に退役した。翌7月1日に除籍され、1964年10月7日に、新珠湾沖で標的艦としてグリーンフィッシュの来撃により沈められた。1959年、当時大西洋艦隊で活動中のバーベロは、郵政公社と協力して、郵便物のより早く効率的な輸送法の実験を行った。 ロケットで手紙を届けるという考えは新しいものではなかったが、優勢校舎は最初で最後のミサイルメールの実験を試みた。1959年6月8日の正午直前、バーベロはフロリダ州メイポートの海軍補助航空基地でレギュラス巡航ミサイルを発射した。22分後、ミサイルは目標に命中した。ミサイルの核弾頭は、 郵政公社の公式メールコンテナにこと交換されていた。郵政公社はバーベロ館内に郵便局を公式に開設し、バーベロがバージニア州ノーフォークを出港するまでにおよそ3000通の手紙を配達した。記念カバーはドワイト・ディ・アイゼンハワー大統領をはじめとする政府交換万国郵便連合のメンバーに送られ、その中には 郵政長官アーサー・イー・サマーフィールドからの手紙が含まれていた。それらの郵便料金は国内4セント、国際8セントとなり、バーベロが出港する前にアセス・バルベーロ準 89.30AM1959 の消し印が応印された。メイポートではレギュラスミサイル内のコンテナが開けられ、手紙はフロリダ州ジャックソンビルの郵便局に転送され、仕分け、 配達された。ミサイルの着弾を目撃したサマーフィールド長官は手紙を運ぶという重要で実際的な目的のための誘導ミサイルのこの平時利用は世界中の優勢機関による初のミサイルの公式仕様である。と述べた。サマーフィールドはこの実験を全世界の民族に歴史的に重要な出来事である。と宣言し人類が月に到達する前に手紙は ニューヨークから数時間以内にカリフォルニアにイギリスにインドにオーストラリアに誘導ミサイルによって届けられるであろう。我々はロケットメールの出発点に立っている。との展望を述べた。ありがとうございます。